はい、皆さんこんにちは。もう大変お久しぶりですね。はい、本日が2021年の9月の7日ですね。まあなんかダラダラしてるっていう、もう多分2ヶ月ぐらい更新してないんじゃないかな。てな感じで、すごく空いてしまいました。でまあ、大変お久しぶりなんですけど、まあこの間何してたかっていうと、まあ大半はですねサーフィンしてましたね。はい、まあまあ、 一応仕事もしてるんですけども、そんなにこう今現在ホールドがうちのところ他知りませんけど、うちのところでホールドがバカ売れっていうわけでもありませんし、まあまあ、オリンピックも終わりましたし、まあ、メダルもちゃんと取れまして、大変喜ばしいことだったんですけど、まあ、うちのところはまあまあぼちぼち、仕事の方はぼちぼちという感じになってます。で、まあ、サーフィンの方をずっとやってて、まあ45歳ぐらいのおっさんなんですけど、まあそこそこ上手くなって、はい、そこそこ乗れるようにはなってきました。で、今ね、この、ね、チャンネルで、まあ、更新が止まってしまったのは、一応クライミング走行研究所っていうことで、まあクライミングとかのボルダリングですねをやってたチャンネルだったんですけど、まあまあ、よく見られてる方は知ってると思うんですけど、ちょいちょいね別のことが上がってて、という感じ、だったと思うんですよね。で、今ですね、チャンネルをですね、これもう今やってる、今、ご覧いただいてる、チャンネルを、まあ、とりあえずクライミング総研なんで、総合研究所なんで、もうこれ専門で、行きますということで、なんかな、そんな感じにしようかなと思ってて、で、とりあえずですね、チャンネルがね、今ね私の中では3つに分割されました。で、1つは芝生ですね。はい、お庭の芝生、すごい興味があるんで、2番目にこう、これが1なんですけどね、芝生のチャンネルっていうのができてて、はい、今登録者16名とかで、まあぼちぼち頑張ってます。はい、まあ、そっちに動画上がったりしてるんで、この、クライミング専門のチャンネルの方はあんまり、力が入ってないかなと。あとは登録者0名なんですけど、おっさんがサーフィンするという、チャンネル、ただ、海好きなんでこの頃ね、海の、映像だけ、ただだらだらとこう、まあ、波なんですけどね、はい、波の具合というのをただ記録してるっていうチャンネルがあります。まあ、この、まあ、芝生はもうちょっと伸びるかもしれないんですけど、多分サーフィンはね多分全然伸びないだろうなって思ってます。はい、別に伸びなくてもいいんですね。まあ、ただ自分で、なんかな、 YouTube に残しとくと、結局ね、自分のスマホとかで残してるのって意外と見なかったりするし、意外とね、忘れちゃったりするんですね。で、昔なんだろう、デイリーモーションかなんかかな、YouTube じゃないやつで、残してるクライミングの動画ですね、私が絶叫してるやつとか未だに残ってるんですよね。はい、今見るともうすごい恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがないんですけど、はい、まあまあ、残しとくと、10年後とかでも多分 YouTube のやつ多分残ってると思うんですよね。はい、なので、残しときゃいいかなと思ってます。はい、で、まあね、ちょっとクライミングボルダリングの方、そろそろ力を入れて、だからちょっとやっぱ目標がないと、ちょっとね伸びないので、まあとりあえずここのチャンネルに関しては、もう少し本業なんでね、伸ばしていかないといけないなと思います。はい、まあチャンネルを伸ばすってことですね。まあ登録者を伸ばすってことがまあ一番
重要かもですね。うん、こんな感じだっけ。あ、緑になっちゃった、ごめんね、金変だな。もう最近ね、全然あれを打たない、文字書かないんで、あんまりバンバン漢字忘れますね。はい、これを増やしていくと、まあできればね、今年中には1000人は超えたいっすよね。ということで、まあ、やることも決まってくるんですね。1000人ぐらいだったら多分、毎日ねまめに、やってさえいれば、多分私がただダラダラ喋っても、多分毎日やれば1000人はぐらいはいくんじゃないかなって思うんですよね。うん、であとまあまあいろいろね、変な技術いっぱいあるので、まあ、その辺をね、まあ、できれば日本語と英語とって思ってて、まあ、そういうので伸ばしていこうかなと思います。でまあもうこれ、達成したら、まあ、次の2000人とか、まあ、3000人とか、まあ、なんかだんだん伸ばしていければいいなと思ってて、はい、まあ、ちょっと数値的な目標があった方が私の場合は伸ばせるかもしれないですね。はい、といったところで、まあいろんな、ね、新しいフォールドとかもこれに付随して作っていきたいなと思ってます。はい、まあそういったところですね。はい、まあまあちょっとは頑張っていきますんで、これからもよろしくお願いします。はい、そういったお話でした。ありがとうございました。